新センター守谷、たくさん愛していただけると嬉しいです。2月15日に発売される桜坂46のフィフスシングル、桜月のミュージックビデオが25日、オフィシャル YouTube チャンネルにて公開となった。今作は2期生の守谷麗奈が坂道研修生として初のセンターを務めることが話題になっていた。新曲、桜月は別れをテーマに歌った、出会いと別れが交差する桜舞う季節にぴったりの楽曲となっており、守谷麗奈が表現する切ない表情やメンバー全員から出る儚さに注目が集まる。バル、ミュージックビデオの監督は CM や広告のクリエイティブなどを手掛ける今野絵里香氏が務め、卒業した渡辺理沙がセンターを務めた、僕のジレンマ、以来となる、約1年ぶりのタッグ。守谷は、初めてセンターを務めさせていただいて、いろんな不安があったのですが、皆さんに桜坂46を知ってくださるきっかけになればと思って頑張ったので、たくさん愛していただけると嬉しいです、とコメントした。フィフスシングル、桜月、作品の全貌はまだ明かされていないが、カップリング楽曲のセンターも坂道研修生出身の2期生、大園玲が務めることや、こちらも坂道研修生出身の2期生、増本清が TBS 朝の情報バラエティ番組、ラビットの水曜日、新レギュラーに抜擢されたりとグループに新たな風が吹いている。さらには3期生のドキュメンタリー、私たち、桜坂463期生ですが桜坂46のオフィシャル YouTube にて公開がスタートしたりと話題が絶えない。